お疲れちゃんです。ラットです。今日はですねフレバトをですね、やりたいと思います。で、もちろん相手はプロというねやりたいというわけで、ただいま、もう夜のというか、午前3時ぐらいなんですけど、ただいま、フレンドでですね、ダニパイセンがログインしてたのにいなくなった、フレンドに今じゃあピラミキとルイさんがいるんで、ここのねプロ2人相手にフレバト仕掛けていきたいと思います。で、別に YouTube 撮るとか、何も言ってないんでね、ただただフレバトする感じです。急に仕掛ける感じですね。というわけで、どっちからいこうかな。ちょっとルイスさんに先に一戦行って、勝ち逃げをやりたいですね。勝ち逃げを、したいと思います。いや、多分フレバト入ってくれるんですよね。優しいんで、よろしくお願いします。さあ、いやー、監督ハンドルイス。よし、行きます。さあ、どうしようかな。ゴレなんで、できるだけ待ちたいですね。アイスピクロスだ、テスラクロスだから、とりあえずゴレ受けかな。ロリババライトで前までほぼ完封できてたけど、ワンチャンダメージ受ける説があるんですよね。ロリババライトだけだと4%情報によって、いやー、渋いなぁ。いやぁ、いやらしい。さあ、頑張って耐えます。で、このアイゴレ削りとかも厄介なんで、いやぁ、来るかな。さすがに来ないな。よいしょ。一応受けますね。まだ受けます。いや、出た。これはロリババライトですね。トゥントゥン。はいし、よしって感じでミニペア入るくね。惜しい。で、次のクロスは回されたらゴレで受けたい。で、ゴレで受けれないと負けなんですけど、もう。なんで、ゴレで受ける。で、ゴレで受けれないときはライトロリババで受けるっていう感じで、後半までは耐えたいですね。で、ロリババライトとかあっても、全然勝てるわけではないんで、いやー、こっからですね、5打ってくるかな、打ってこないか、することがなさすぎて困れて、いやー、ミニペとか裂いたらゴレが来そうだけど、ライトロリババが回るんでいいかな。アイゴレも裂いたしね。よし、こっからですね、こっから勝負の時間ですね。なるほど、テスラが高め、いや、これ逆サイに来る、いや、来ないか、来た、OK。でも、ここ、テスラ立ってるんで、多分このゴレが溶かされる。から、テスラがゴレにターゲット取ったら、その瞬間に、ロリババ壊して、いや、ライト打っていいのかな？いや、ダメ、ライト打ったらダメだ。普通に防衛されて、ここで2周目クロス来て、ハードカウンターで、GG 説がある。さて、やった？いや、でも、ミニペあるんで、よし。OK。あ、いい防衛。いい防衛。よし。よし。さあ、このアーチャー許容。で、テスラはもう回るんで、ゴレを、ケツゴレは良くない。いやー、際どいな。お互い見ますね。ゴレも容易に出せないですし、ライドラは甘えた。あ、やばい。いや、でもこれは同じですね、またさっきと。よいしょ。で、次、4%ね、痛いな。次のこのゴレで、受けたいな。ゴレ受けしたいけど、来た。よいしょ。はい。ここでゴレターゲット取る。よし。で、ここも、攻めライとかはしないですね、回ってきても。したら下で、ただ、事故るだけなんで。よいしょ。いや、ライドラ OP。いや、いいですね。雪妻ぐらいならいいかな、もう。じゃあ、アーチャー厄介なんで。でもアイゴレかなんかで蓋されて、きついよな。で、ゴレ受け。基本的にクロス出されるまで無限にゴレ受けすれば、言ったら負けることはないんですけど、勝てることもないっていうような話になってきますよね。よいしょ。これテスラを壊しに行きます。で、アーチャーで、でも、この公園もね、やられちゃうんですけど、結局。ライドラ。で、急いで回して、
オッケー、これで回ってまたゴレ受けですね。危ねえ危ねえ、これを事故ると持ってかれるんすよね。でワンチャン危ないっすよね。まあ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 、引き分け説あるな。俺の動画が引き分け説っすね。これ引き分けの説しかないな。引き分けだなこれ。でもクロス来るから一応端前警戒して、オッケー、これでまたゴレ回ったんで。なんだこれ、ルイさん引き分けじゃないですかこれ。ルイさんこれ引き分けじゃないですか。よいしょ、はい、どし。これ多分テストラ置いてきますね。多分ここを突破しようとはしてこないか、まだ。いやここだな、ここの次だ。今ロリババ咲いたんで、お、うまい。ここですね、ここやばいかも。まあライトとかで頑張ります。小物で受けてライトで頑張る。 OK、 よいしょーんで雪玉で、まあ、耐えれるでしょう。引き分けだな。まあそういうこともありますね。でなんで、まあ、ルイスパイセンにはリベンジするかどうかっていう話なんですけど、いやどうしようかな。てかやばいかも。え、ワンチャン負けたまである。待って、やばい、いや耐える、あぶねー。いや待って、でも5、あ、うっと、回ったら負けるわ。あ、負けた。あ、5を、出た。出た。出た、5さん。5回すやつだ。あ、お願い、俺は回らないことを祈るしかないけど、あ、これ絶対回るんだよな。早いもん。あー負けた。これ、きついか。突破できないですね。まあ、そういうこともありますね。よし。というわけで、次。次は、誰だ、ピラミキか。ピラメイちゃうか。ピラメイちゃいます。というわけで、ピラミキに何にしようかな。メガナイトでもいいかな。メガナイティング、エリポンゲーミングに行きましょう。エリポン。エリポン、レッツ、エリポン。よし。多分、ピラミキも、フレバトを飛ばしてくださいって言ってますからね。さあ、よろしく。で、どうしようかな。基本的にエリポン貯めたいですね。エリポン貯めちゃえばなんとかなるんで、エリポン回ってくるまで耐える。ロイフ飛ばして5打ってくれたら打ってくれたでいいんですけど、まあ違うので受けられてきた時のハードカウンターが怖いんで、初手はロイフが飛ばさないですね。言うのかな。ああ、なるほど。なるほど。そしたら雪玉 OP。いやでも一発、いやババが2発、一発、まあまあまあ。ってことはペッカっぽいっすね。これペッカっぽいな。ペッカっぽいから攻める。でしかもガゴも咲いたから。いやペッカじゃない、全然違う。まあ、今雪玉咲いたからコウモリ追加します。おや、これプリンスに言うのが走ってマスケが残るみたいな。あ、マスケのターゲットが優秀優秀。整理しますか。プリンス、ユーノ、ガゴ、工場。あー、あれだ。ファイボザップか、ファイボ雪玉か、ファイボロリババの、もう、古女ババメインのデッキですね。古女ババユーノで攻めるデッキ。平均コスト 3.3 とかなんだよね。多分 3.4 か。僕は平均コストで覚えるタイプな人間なんで。そう、デッキの平均コストは覚えてるんですね。なるほど。まあ、これ雪玉 OP ゲーミングですね。よし。許容、許容。許容ですね。よし。で、まあ、ファイボー、今飛ばしたな。飛ばしたな。俺は見たね。見たけど、多分コスト今一緒ぐらいになるんだよな。その、今のこの現在的なやつは。とりあえず、ケツマスケからで、ここのユーノとかプリンを防衛したカウンターでロイフグ飛ばしたいですね。そんな後取れてた。そんな後取れてた。いや、飛ばすか。これ飛ばさない方がいいかな。いや、飛ばそう。迷った。迷ってけど飛ばしていく。さあ。まあ、バーバリアいるんで、なんとかなるでしょうってやつ。咲いちゃったけど、咲いちゃったけど。よいしょ。で、マスケもあるんで。ポイーン。エリポン来たいな。エリポン来タイミングを見失って、なんか大ピンチに陥ってるな。よいしょ。まあでも、まあですね。まあ、これ。よいしょ。バーバリアンが強い。素晴らしい。このガゴは虫。でも一回リポンですね。で、ここの防衛がやばいですよね。バーバリアンがないんで今。
なるほど。これ速攻ロフグでいいや。理由のもつけて雪玉使ったら、コウモリつけ足そうと思ったけど、アイゴリがあるんですね。これさてはシャシャったかな。これで逆再工場で振られて、ハードカウンターでやばいかもしんない。逆再工場なんですよ、これ。いや、同再だった。で、ファイボか。まあ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 。必殺ロイホグ受け。いや、これがね、ちょっとやばいんですけど、まあまあ、まあまあいい受けなんですよね。そう、美味しい。相手防衛しないと受けないんで。このマスキ捨てます。今2周目があるんで。よいしょ。いや、2周マスキ入れなかったかな。ロリババでよかったな。さあ、こっからですね。もんで、あと600何歩どう削るかなんですけど、ここでリポン置いたことによって、相手は固めてフループッパでバーバリアに5打つだけって終わるっていう、この、やっちゃった感がすごいんですけど。やっちゃった感がすごいんですけど。よし、頑張ってくれ。耐えてくれ。いや、耐えたくない？耐える。さあ、でも670削れないんですよね、これ、マジで。まあ、もう一回耐えますけど、僕。もう一回耐えますけど、ここで。気持ちですね。耐える。やばい。あっちに行け。オッケー。オッケー、マスキャ、君やられたらダメだ。来たよ。さあ、カウンターのチャンス。さあ、カウンターのチャンス。フルブッパタイム。で、アイゴリゲ処理してからコウモリかな。オッケー。いや、これさ、雪玉打っとったらタワー落ちたくね。はーい。グッドゲームですね。いやー、危ないっすね。危ないっすけど、まあまあまあ、これで11か。誰かいないかな、新しい人。11なんで、まあ、いいか。満足ですね。一生いっぱいなんでね。そう、さっきまでダニパイセンがいたんで、あ、ちょうど一人ずつ一戦でいいやって思ったんですけど。まあ、海外勢に送ってもいいんですけどって感じですね。はい。というわけで、まあ、こんな感じかな。まあいいや。はい。というわけでね、今日はちょっと動画のネタに困ったので、フレバトにしてみました。まあ BO1 だったんでね。はい。まあ、勝ちで、引きは負けか。負けの勝ちだったんですけど、まあ BO1 だと、まあ何回もすれば負けますし勝ちますしみたいなところはあるんで、まあ結果というか、他は関係なしに、まあなんだろう久しぶりのフレバトでしたっていうのね、まあ、また BO3 とか出したいんですけどね、出せれたら、はい、出したいなと思います。というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。